東京電灯、スプレー具式電車東京電灯、スプレー具式電車は、日本初の電力会社であった東京電灯会社の技師長であった藤岡一助が、同社社長と共に、海外電灯事情の調査に訪米した際に購入し、1890年に、東京の上野公園で開催された第3、海内国官僚博覧会において、展示物として、 運賃を取って来場者に体験乗車をさせるデモ運転を行った電車。デモ運転ではあったが、日本で最初に運転された電車として知られる。なお、その最初の所有者が、鉄道放棄や軌道放棄に乗っとった営業運転を行わず、正式な形式称号を与えられなかったため、本校では便宜上、一般に広く使用されている故障を記事名とする。 1881年のベルナー・フォンジー・イーメンスによる小型電車を用いた世界初の公共用電気鉄道の開業以来、欧米諸国では競ってこの新しい動力による鉄道の開発が進められていた。しかし、いずれも車両に電力を取り込む終電装置と電動機の動力を車輪に伝達する駆動装置の開発に難重しており、トーマス・エジソンをはじめ各国の発明家、 技術者たちによって様々な方式が考案されていたが、安定的に動作する、信頼性の高いシステムを構築するには至っていなかった。そんな中、1888年にエジソンの助手であったフランク・ジュリアン・スプレーグが、アメリカ合衆国のバージニア州リッチモンドに、延長 17.2km の電気鉄道を、敷設、極めて実用性。 信頼性の高い電気鉄道システムを構築することに成功する。このシステムは、起電線によって、変電所から送られた電力を一本の、架空電車線と線路によって車両に供給。車両は、屋根状に搭載した、トロリーポールと呼ばれる装置で、終電、多段スイッチ切り替えによる、抵抗制御で速度を調整し、吊り掛け駆動方式で台車と車軸に半分ずつ荷重を、 負担させる形で指示された、主電動機の出力を減速、駆動するというものである。これは簡潔ながら、合理的なシステムであり、ことにつりかけ駆動方式は、以後現在に至るまで120年以上にわたって、実用され続けるほどの成功を収めた。こうして、リッチモンドで、初の実用電気鉄道が営業を開始するのに、先立つ1886年から1887年に、 かけて、スプレーグが電気鉄道システムの確立に奮闘していた時期に、創業したばかりの東京電灯で社長を務めていた矢島作郎と同社の技師長であった藤岡一助の2名が、リッチモンドを訪れ、同電気鉄道を見学した。ここでこの新しい交通機関に感銘を受けた、両名は2両の電車を購入、これを持ち帰ることとした。購入当時、アメリカで、 大手の馬車鉄道用車両メーカーであった JG ブリル車制である。車体長は17尺、側面の窓数は5つ、室内にはロングシートを向かい合わせに配した座席定員22名の客室の前後に片引き戸を内蔵したつまで区分する形で乗降デッキと運転台を兼ねた区画を備える。この前面にはダッシュボードと呼ばれる背の低いつま板が置かれ、 その裏に直接制御器やブレーキハンドルを設置している。このため、乗務員は走行中、デッキ側面からの風雨に直接さらされる構造である。客室は横方向に長い部材によるコンベックスパネルとコンケーブパネルを組み合わせ、腰板の一段加工窓の収まる部分のみを垂直と、しその下を絞った設計当時の馬車鉄道で一般的であった様式を踏襲する。 屋根は客室部の下屋根上がり部に幅の狭い上屋根を乗せその側面を呼びつま面に明かり取りの細窓を設けたモニタールーフでデッキ部にはひさし状に下屋根のみが突き出すこの屋根は客室部でのみ支持されておりデッキには屋根を支える支柱等は設けられていないまたデッキ床板は前方ほど細くなってステップ部が斜めにカットされている なお、塗装については不詳であるが、第3回内国環業博覧会でデモ運転を行った際には、車体側面の腰板部に、東京エレクトリックライト、カンパニーと東京電灯の社名が英語で記入されていた。車体と同様、JG ブリル社製の二軸単台車である。最もっとも、ブリル 21E に代表される完成された設計が特徴であった。 後年の同社製台車とは異なり、これは全く未成熟な設計であった。これは電車用というよりは馬車鉄道用の台車に近い設計であり、後年、青山車庫に保存されていた車両の台車に重複された、名板には4-9という以後の JG ブリル車製台車とは異なる番号体系に基づく表記があったとされる。基本的には前後二軸の左右端に置かれた、 軸箱を直結する形で2本の側量が存在し、これが車体を支えるトラス構造の独立した側枠と軸箱両脇にウィングバネ配置で2本ずつ置かれた合計8本のコイルバネにより断性支持される構造である。つまり、軸箱と直結された側張りは釣り合い張り式台車の釣り合い量と同様、その質量のすべてがバネした重量であり、 軸ばねが枕羽根を兼ねる構造であるということになる。なお、この側張りは前後端を下に下げて排晶器を取り付け可能としており、実際にも単線用スノープロー状のくさび型に組み合わされた板材による排晶器が取り付けられていたことが残された写真で確認できる。車輪はアメリカグリフフィンホイール車製である。端子電圧500ボルト時定格出力15馬力の 直流直巻清流子電動機が一機、吊り掛け式で台車に送火されている。この電動機については製造所が明らかになっていないが、大塚和幸により、東京電灯がスプレー具式電動機を模倣して製作した日本製電動機であった可能性が指摘されている、簡素なリンク式連結機がデッキ、中央床下に取り付けられている。博覧会に出展された。 電車1890年4月1日より上野公園を会場として開催された第3海外国環業博覧会で公園内に170件の60ポンド T 型レールを付設してデモ運転を実施した。もっとも電車のアメリカからの到着が遅れたことから実際には同年4月13日よりようやく工事を開始翌月5月2日午後に 最初の電車が走行したと記録されている。営業運転は、翌5月3日より早速開始され、博覧会の入場料が3線のところ2線の乗車料を徴収したが、白土佐田の推計によれば、博覧会入場者102万人のうち、約30万人が乗車、約6000円の収益となった。この間、7月31日の会期最終日までに、天皇、皇太后、 皇太子、小松宮と皇族も会場を訪れ、この新しい乗り物を体験している。また、小田原馬車鉄道の社長である、田島正勝は電車に試乗し、電化を決意したが、株主総会で賛同を得られず、京都電気鉄道に先を越されることになった。博覧会の会期終了後、これら2両は、三好電気工場に譲渡され、 大四電気鉄道が1899年の開業時に一両を借り入れて使用、さらに同年6月にはもう一両とともに正式購入して車番を7.8とした。このうち7は電動車、8は付随車として使用され、7はあと2221と改番を繰り返したが、いずれも終始予備車扱いであった。これらの廃車時期は明らかとなっていないが、 これらのいずれか一両が廃車後東京市街鉄道へ譲渡され、1906年9月11日に、同社が東京電車鉄道、東京電気鉄道と合併して、東京鉄道となり、東京市電気局に買収された後も、記念電車と称して、青山車庫で大切に保管され、その期間中博覧,覧会などに記念物として出展されることもあった。しかし、 1945年5月25日のアメリカ軍による空襲で青山車庫は消失、この記念すべき電車も被災し、失われた。戦後、長らく焼け残った台車と手電動機の残骸が青山車庫からシワウラ工場を経て荒川線荒川車庫にて保管され、交通博物館や博物館、明治村で復元保存する計画があったものの、 結局、小損部品であったことからすべて、スクラップとして処分された。そのため、本車両及び本車両に関する部品は一切、減損しない。ありがとうございます。